全国1億3000万人の花龍馬さんファンの皆様こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、課題の回答からいきましょうか。花龍馬さんからいただいた課題なんですけども、久保さんは面倒くさいとか、それからね、なんか厄介事、これをどういうふうに考えてるんですかってことなんですけども、面倒くさいことが厄介事とかね、つまらないことっていうのは確かにあるんですよ。だからこれから処理すればいいんじゃないですかね。だからそのつまらないこととか面倒くさいことから片付けるんですよ。で、嫌なことなどに負けないぞっていうかね、嫌なこととか厄介事っていうのは早く打ち倒していくっていうことですよね。だからそれを後回しにすると、その厄介事とか面倒くさいことがいつまでも後回しにしてるっていう現実がね、今のパフォーマンスを下げると思ってるんですよ。あ、いつかあれやらないといけないなとか、あ、こんなことが待ってるなと、明日はこれやらないとなっていうのは待ってるじゃないですか。だったらそういうことをまず片付けて、晴れ晴れとした気持ちで一番大好きなことに取り組んだりとか、大事なことに取り組んだりすれば、そっちのパフォーマンスも上がると思うんですよ。で、面倒くさがりっていうのはね、面倒くさがりであることがゆえに、もっと面倒くさい人生に、なっていくんではないかなと。そしてしまいにはですね、つまらないことに足引っ張られてるんですよ。つまらないことを処理しないから。だから真っ先に片付ければいいんじゃないかなと思いますけどね。もちろん大好きなものからやっていきたいっていうね、そういうことはあると思いますけども、でもやっぱり早く動けば早く結論出るんでね、早く結論が出れば早く方向転換もできるんで、まさにクイックレスポンスが可能なんではないかなと思います。で、改めて申し上げますけども、面倒くさいことにどういうふうに向き合うかっていうと、面倒くさいことはね、面倒くさいと感じる前にすぐ片付けるってことなんですよ。その面倒くさいことごときに人生を左右されてたまるかっていうのはね、いわゆる腹のくくり方が大事なんではないかなと思います。それからですね、一時が万事なんですよ。ビジネスがうまくいくってことは、そのうまくいった方法を他にも活かして、他もうまくいかせることができると思うんですよ。だからビジネスがうまくいってるのに他のことがうまくいってないってことは、ビジネスとしては三流なのかなと思いますけども、でも最初はしょうがないです。最初はぜひね、一点突破で他のことをなぎ倒してても、他のことを無視してても、自分のビジネスの道をね、一本まっすぐ通していただきたいと思います。その一本通した道が別の道をまたね、構築することになりますので、だから全部を同時にうまくいかせようっていうのは、これは所詮無理なんで、ブルブル言ってるでしょ、大和くんもブルブル言ってるでしょ、こういうことになっちゃうんで、だからまずは一個のことを最強無比にしてもらいたいと思いますね。そして不動のものにした後で、2本目の道、3本目の道、4本の道っていうふうに増やしていくと、いいのかなと。一番簡単に、ね、攻略できる感じなのかなと思います。これをね、平らにするって表現します。一個がうまくいくと、こうやってとんがるでしょ、とんがったものを他のものもこうやって上手にすることによって、だんだん平らにしていくんですよ。場合によってはうまくいったものを抑えてですね、アベレージに近づけていくって作業です。で、真っ平らになった時にそこを安定させて地固めして、またどっか別のものを、一番これをやりたいなってものをまた突き抜けさせればいいと思うんですよ。その繰り返しだと思うんですけどね。で、一時が万事っていう言葉もありますし、大和くんちょっと向こうへ行ってくださいほい、じゃあ行ってらっしゃい。でね、全ての勝負っていうのは私は紙一重だと思うんですよ。紙一重じゃない勝負っていうのは逆に勝負ではないかな。絶対に勝つぜってものにしか勝負を挑めない人っていうのは圧倒的大差で勝つことができますけども、やっぱり挑むってことは相手もそれなりの力量とか準備をしてきてると思いますんで、むしろそういったね、拮抗する場面とか拮抗する相手と戦わなければ、力は試せないんじゃないかな、突破力はつかないんじゃないかなと思いますし、その紙一重じゃない勝負っていうのはね、勝負ではないんではないかなと思いますよね。もちろん楽勝勝てるものがあったらそれで勝負していっていただければいいんですけども、最後に勝つのは精神力だと思いますしね。こういった話がありますので、ちょっとお話ししておきましょうか。プロ野球の掛布さんという方と島田紳助さんが対談した時に、掛布さんってね、毎日500回素振りするそうなんですよ。で、その500回の素振りもただこうやって振るんじゃなくって、どんな球が来たらこう打つとかね、どういう風な角度から入ってきたらこうやるとかね、打ち方一個一個いろんなシチュエーションを想像して500通りの打ち方で素振りするそうなんですよ。それは上手になるよね、すごいね掛布さん、努力家やねって島田紳助さんが言ったらしいんですよ。さあ掛布さんがね、いやいや紳助さんと、プロになったらこのぐらいのこと誰でもしますよと、誰でもすること、これ努力って言いますかねって言われたらしいんですよ。で、島田紳助さんがポカーンとしたと、すげえなと思ったってことなんですけども、じゃあね、情報発信のプロって何をしてるかってことなんですけども、365日24時間ものを考えて頭をフル活動させてるのは、これ当たり前のことであって、あとはね、ことを見るごとに商品を作ったり商品を販売したりするのも、これも当たり前のことで、全てのチャンスを生かして集客するのも、これも当たり前のことだと思うんですよ。ここで私の例を持っていきますね。先日ね、私の家にある人がやってきました。ある人がやってきたのはどんな方かと言いますと、調査をする方ですね。いろんな調査をしている方が家の方にやってきて、大抵の方は断るそうなんですけども、私の場合話聞いたんですよ。話を聞いた後に、すいませんけど久保さん、ご主人さん
ご職業どんなことされてるんですかって聞くから YouTuber ですって言って名刺をお渡ししました。私の名刺は YouTuber って書いてるんですよ。でお渡ししてわ本当だとか、じゃあちょっと見させてもらいますっていうふうにしてチャンネル登録を促したわけですよね。で、私最近ねインターナショナルスクールの方の申し込み書も書いたわけなんですけども、これだ入院の書にね、こちらの方学校に訪問して職業聞かれたんで YouTube やってますっていうふうに答えたんですよ。そしたらみんなで見てくれたそうですね。いやありがたいことだなと思います。それから昨日のことですけども、私ねトイレの修理をお願いしました。トイレ水漏れしてたんでね、実は私修理できるんですよ、こんなことぐらいは。でもなんで人をね、あの暮らし安心暮らし屋みたいなところに来てもらったかというと、サービスマンが来るじゃないですか。で作業中にお話しするんですよね。でどんなお仕事してるんですかって聞かれるから YouTube やってますって言って、また一人チャンネル登録ゲットなんですよ。プラスアルファね、私 の, あの家の車庫にはあのトランザムのナイト2000仕様っていうのがあるんですよ。でそのサービスマンがねナイト2000を見て、わすごい車ですねって言ったんですよ。これうちの先輩とかもむっちゃ好きですよって話が雑談の中で出たんで、じゃあ先輩にも私のチャンネルちょっと紹介してくださいと、ナイトライダーのことであの喋ってますから、車も出てますからっていうふうにすると絶対見ますみたいな感じなんですよね。こういうことによっていろんな場面でねチャンスを広げるのが当たり前のビジネスマンの行動なんですよ。いや久保さんすごいですね、そこまでするんですか、じゃなくて、いやこのぐらいするのが別に普通のレベル、最低限のレベルなんで、あなたはしてますかと。それこそね回覧板を持ってきた人に対して YouTube やってますとかね、町内会の役員に踊り出てあのみんなの前で、ね、私は YouTuber です、いつも家にいますって言えますかとかね、隣の人にどんな修行してるんですかって聞かれた時に YouTuber ですと言えますかってことなんですよね。時にはねコンビニに行って店員さんと、あなんかこれ最近 YouTube でよく見ますよっていう風にして、あ YouTube 見てらっしゃるんですかって言ったら、いや YouTube 発信してます、僕 YouTuber ですからって言って YouTube の名刺を渡してチャンネル登録をお願いするとかね、こういうことをするのが私はプロだと思うんですよ。動画の最後にチャンネル登録お願いしますとかいうのが YouTuber ではなくて、リアルの場でどのぐらい自分が何者かってことを発信していくかってことだと思うんですよ。これは努力とは言えないと思います。当たり前のことだと思いますし、一事が万事のうちの一つだと思うんですよね。という感じで私生活の中にもちゃんとビジネスが入っていく、ビジネスの中にもちゃんと私生活が入っている、こういうふうな形で平らにしていくっていう形が私にとってのね、まあ当たり前のことなのかなと思いますよね。その上で面倒くさいことか厄介事って最初に片付けないとできないんですよ。時には自分の面倒くさいこととか嫌なことを片付ける場面を動画にして出していくってことによって、嫌なことですらねネタにしていくみたいなね。さっき車の話題出しましたけど、私車がね何回も故障してるんですよ。故障するためにレッカーを呼ぶために動画撮ってますからね。じゃそれが一つの、コンテンツになって、どういうふうにしたらトランザム2000みたいなね旧車改造車を修理していくのか、その時にはどういうふうな対応してるのか、誰に頼むのかってことがコンテンツとなって、次のね同じようなあのトランザムオーナーさんの問題解決になればなと、もしくは久保さんそれちょっと違うよみたいな感じで先輩の旧車ファンの方にねご指摘いただけるか、こういうふうな形でね縁も広がっていくんじゃないかなと思うんですけどね。はい、という形で今回の回答なんですけども、いろいろ話しましたけども、面倒ごとどうしてるんですかってことですけども、面倒なことから片付けていって、あとゆっくりと自分の大好きなことに時間をどんどん割いてるってことなんですよ、ね、この辺も具体的に言うとですね、家族が起きる前に全部済ましておくみたいな感じですよねまあですんでね、たまにはちょっと無理しますけども、でも基本的にはねあの自由なファミリー生活を担保するためにやってるってことですかね。だからね、あのこれからクリスマス来るでしょ、クリスマスしてちゃダメですよ、クリスマスは仕掛ける側に回らないと、クリスマスを演出する側、クリスマスをプレゼンする側、クリスマスでサンタになる側、プレゼントをあげる側、そして商売をする側になりましょうってことですよね。で以上でございます。じゃあ花よるまさんね、お正月スペシャル、クリスマススペシャルの新しい商品が当然考えられてると思いますんで、そちらの方もご案内そろそろ始めた方がいいんじゃないですか、ということで今回の動画を終わらせていただきます。以上です。